はいどうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミンハヤテがお送りします、怖くないバイオハザード6攻略実況動画パート34というわけでございまして、ついにJクエンファイナルでございます。さあというわけでございましてですね、クリスとピアーズね、彼らの信念、そしてねシェリーの信念、そして親父とは違うジェイクの信念、そして何回も汗を拭く2人というわけでございましてですね、今回物語ラスト見ていきましょうというわけでございまして、スライディングね、とりあえずスライディングしとけばいいと思ってる系実況者、えいあれ弾いっぱい、あーもう使わねえんだよな、先行手榴弾がいらねえか、よいしょ、他には弾大丈夫、てか先行手榴弾もうちょっと早い段階で捨てときゃよかったな、失敗した、ゴーシュー、よいしょ、さーて適当にそこら辺のものは取っときつつ、協力度はよろしく。さあ開かれた扉の先はなんだここ、なんかすげえマグマ地帯みたいなね。さあ目的地は遠くに見えましたが、よいしょ、さあここを進んでいけばいいのかと思いきやね、マグマとかもドッカンドッカンしてますしね、ちょっと危なそうな、危なげな感じがしますけども、おや、まだ生きとったんかあんたは、おいおいまたかよ、というわけでもう何度目かわからないウスタナクの登場、おやおや今回のウェポンはそれはなんかもうボールで弾き飛ばすし、そのトゲのボール刺さったらそもそも痛いし、なんだろう、多重苦のウェポンですね。上等だ、鬼ごっこはこれが最後だぜ、捕まえてみろよクソ野郎。さあというわけでクソ野郎と言いましたけど、まずは逃げましょう、シュリ場所を変えるぜ、ここじゃ危ねえ、分かったわ、ジャンプ、よいしょ、さあ先に進もうとすると通路が壊れたというわけでございまして、横から進んでいきましょう、よいしょ、さあでちょっと重たい荷物が、というわけで強力アクションでですね、この重たい荷物をどかしていきたいところ、さあやっと着いた、さあ押してく押してく、しかしながら後ろにうつたなくなんとか避けるように落ちてった、しかし目の前、さあというわけで捕獲者を撃破するというわけでございまして、うつたなくとの戦闘になりました。さあうつたなくなんでございますが、あの鉄球をですね、振り下ろしてくるんですね。で、この鉄球の振り下ろしに関してで言いますと、まあ結構大振りなので、ちゃんと見ていればそこそこ対処はできるのかなとは思うところですね。よいしょ。で、結構弾もありますので、ここら辺の弾とかはね、拾っとけばいいんじゃないかなと思うんですが、ここを避けていけばそこまで食らわないでいけるところです。なので、できる限りここではですね、がっつりその弾を消費して倒していくっていうことはあまりしない方がいいかなと思います。なんで、ここはもう、なんて言うんでしょう、まず2回打つたなくと戦闘があるんですけど、2回目の方がちょっと重たいので、この1回目の方でね、余ってる武器とかをどん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 消費させてしまうのをまずやられるといいのかなと思います。さあというわけでね、ウスタナクの射程圏内に入りましたので、まあ普通に動いてればなかなか当たらない攻撃なので、まあそこら辺はね結構大丈夫かなと思うんですけど、ただこのウスタナク、あのね、炎の弾を1回下につけた後に火の弾にするとかっていうね、結構器用な真似もしてくるので、よいしょ、さーてリモコン爆弾絶対いらない気がするんだけど、リモコン爆弾ここで使う、リモコン爆弾俺ここで使えるほど器用じゃないよ。でね、一部の武器はね、撃った後にそのなんだアクション、ガンアクションが入っちゃうやつなんかはちょっと避けるのがね難しくなったりする武器もあるので、そこら辺は注意が必要かなと思います。さあというわけで走ってきましたね。さーて、まあスナイパーライフルがね最初弾が余っちゃってるんで、このスナイパーライフルの弾を使い切るつもりでですね、さーてそっち側から来たかね、まあある程度距離を取っておいてあげればね、そこまでね辛いってことはねえんじゃないかなと思いますね。よいしょ、よいしょ、さあスナイパーライフルも残り3発で終わりというところ、さあでそっちに誰もいませんよ、よいしょ、あと1発、うーんこれはリロードしないで撃っていきたい、
さあ、というわけで続いてはアサルトライフル BC ですね。さーて、ボンバーマン、どうどう、おい、やったぜやったぜ。さあ、というわけで、で、ここがですね、もはやラスボス戦でございます。ここでならやれそうだ。さあ、始めようぜ。さあ、というわけで、ここはもうですね、もう攻力武器をですね、ガンガンぶっ放して、あ、痛い、ぶっ放して OK です。なので、ここはですね、もうとにかくダメージを入れてさっさと片付けるっていう方向性で動いた方がいいかなと。そのあんまり逃げられるところがないので、結構しんどいんですよね。よいしょ、ういー、あー、それ当たる、危ねえ、当たんなかったぜ。さーて、さーて、でね、このマグマのところはね、相手がボールを振りかぶって落とした時に、ヒット判定が張った後にその溶岩が張られるとか、結構どんどん地形的にもこっちにどんどん不利な感じになっていくので、なんでできる限りね、早めにね、片付けたいとこですよね。よいしょ。さーて、もう持ってるものはガンガン打っていきながらですよ。どっちっていうか、あれだよね、それもっと低い角度で振り回したら俺ら漏れなく全員死ぬのに、そこに関してはウスタナクさんの優しさだよね。よいしょと、またリロードしてと、おい、あと6発マグナムがもう切れてんだよな。よいしょ、当たるんじゃねえ、危ねえ、ハンドガンの弾、まさかここでハンドガンの弾、おい。さーて、ここでボンバーマン、あーいや、まあ、でもまだワンチャンある。よいしょ、オッケー、これを今のシェリー、ジェイク、今のうちに、さあ行きましょう。よいしょ、まずはこの弾をひっぺがす。さあ、シェリーが吹き飛ばされる、銃が、まさかのウェポンが、そしてジェイクも投げられて銃が転がっていく。さあ、というわけで、まさかのウスタナクとの対マン、ああ銃が盛り上がってきたぜ。なあ、対マンでいくかい。さあ、というわけで、まさかの対マンマッチ、よいしょ。ね、どうした、その程度かよ、やべ、危ねえ、押せ。さあ、というわけで、ジェイク、ここから援護するわ。了解。さあ、というわけで、連携がなかなか入らない。さあ、どんどん後ろに、どんどん後ろに追いやっていく、危ねえ。でスライディング決めてからの、よいしょ、さらに連携打って、ジェイク頑張って、よいしょ、おい、危ねえ、ねえ、打たれる前に打っちゃえばいいんじゃねえの。よいしょ、あっと、ガードからのタックル、よいしょ、小手を入れてからの、いや、いて、ちょっと待って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 、よし、小手入れてからの一回蹴りを入れて、危ねえ、外れだ。さあ、改めてガンガン打ってく、ガンガン打ってく、危ねえ、よいしょ、よいしょ、さあ、ガンガン打ってく、上から、二度と面見せんなよ。さあ、崩壊が続いていく。さあ、というわけで、デモムービーではハンドガンだけのような描写でしたけども、全部の武器が落とされてしまってます。楽勝だ、こんなもん。さあ、というわけでございましてですね、もうウェポンは何もない状態でございますね。もうハンドガンしかなければ、まあ、グリーンハーブ残ってるんですけど、まあ、このグリーンハーブも使いません。
さあというわけでね、ウスタナクをなんとか撃破したわけでございますが、まだ海底基地から脱出するというミッションが残っております。倉庫みたいだな。搬出口があるかもしれねえぞ。行ってみましょう。確かちなみにね、ここね、どっかにね、なんかね、床かどっかにね、コインがあった気がするよ、ここ。ほら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 、なここに関してね、こうやってね、あの銃がなくなった後でもね、あの銃がないなら素手で殴ればいいじゃない理論のもとね、あのあそこにもコインが置いてあるっていう。さあというわけで扉を開けていきましょう。シェリーもおいで。さあ扉の向こうに待っているのはなんだ、なんかあれですね、2個レバーがありますよ。よいしょ。というわけでシェリーと一緒にガッチャンコ。なんだなんだこのスピードは。危ない。なんてスピード。操縦もクソもねえのか。まだ生きてんのかウスタナク。さあウスタナクが迫ってくる。このクソ野郎まだ懲りてねえのか。急いで前に行くしかないわ。さあいい加減空気読めよバケモンが。ジェイク進んで。よいしょ。さーてさーて、積み荷があるぜ。こうならやることは一つだ。え、分かってる、行きましょう。せーの、くたばりやがれ。さあ後ろに転がりきらない。まだまだ進んでく。さあさあどんどん登ってく、どんどん登ってくね。バイオ6ではもう結構何度か見た風景でございますがですね、もうどんどん登っていくしかございません。さーてさーて、登ってく登ってく、残り2メートル、1メートル。さあ一緒にガッチャンコ。いい加減に諦めなさい。まだ、よいしょ、もう一丁だクソ野郎。もうあれまだ残るの。あいつまだ生きてんの。よいしょ、もうどんどん登ってくしかない。お、まさかの上から。いやはや、クソ誰が、銃が、ジェイク銃が。さあマグナムをとっとと決めようぜ。さあ銃を取った。銃がブレる。蹴りをつけようぜ。最後だ。お前は俺を救ってくれた。ありがとな。はい、というわけでございまして、ジェイク・ミューラーのシナリオが終了となりました。
ね。まあクリス編の時飛ばしちゃいましたけどね、エンディングテーマもね、実はキャラごとにちょっと異なってきたりするのでね。でね、ちょっとねジェイクの場合はなんかねギターのサウンドとかゴリゴリに聞いちゃってみたいな感じになっているわけでございまして、まあというわけでございまして、このバイオハザード6の中では唯一の新キャラクターであり、まさかの新チャプターに抜擢っていうですね、大きなキャラでございましたね、ジェイク・ミューラーね。そのジェイク・ミューラーの正体はアルバート・ウエスカーの息子であったと、ね、いうところでございまして、バイオハザード5まででですね、長い歴史の中でようやくアルバート・ウエスカー、そして、ね、クリス・レッドフィールドのですね因縁の決着がついたかと思ったわけでございますが、バイオハザード6ではですね、ジェイク・ミューラーというアルバート・ウエスカーの息子が現れたというわけでございまして、まあ当時で言うと、まあぶっちゃけた話あれですね、あの既存プレイヤーははっていうはっていうね、結局ウエスカーの代わりのキャラ出すんけみたいな感じになったわけですね。なんですけど、蓋を開けてみるとね、ジェイク・ミューラーっていうのはその父親とっていうところに対しても何かしら自分の中でいろいろと抱いてる部分もあったりだとか、そういうところもあるキャラだったので、なんか思っていたキャラとは少し違うというか、なんかあそこまで否定するようなキャラクターでもないんだなっていうことがなんとなく分かったのがですね、あの当時の流れでございました。で、この後ですね、スタッフロール終わった後にもうちょっとムービー続くんですが、ジェイク・ミューラー、まあ言うとですね、この物語の通りで無事シェリーと生還することができましたね。で、彼の抗体によってまあ、Cウイルスの抗体ができるワクチンが作れるとということなので、バイオハザード7でもこのジェイク・ミューラーが活躍するのかな、もうこのこれから新しいバイオハザードの世代を担っていくのはこの子なのかなというふうに、あの当時まあプレイヤーである我々はですね、あの思ったところもあったんですが、まあ実際問題蓋を開けてみるとというようなですね裏切りもあったりして、バイオハザードはですね、もう正直7も、もう発売されてから結構経ちますけども、まあ7が終わった後でもですね、まあ正直バイオファン、バイオユーザーとしてはバイオ8、バイオ9ともっと先の物語を見せてくれという状態がですね、未だに終わってない未完結の状態となっているというのがですね、まあ、現状ではあるのですが、その、バイオ7への架け橋になるのかなとジェイクに対してはすごい思っていたところだったので、まさかジェイクがですね通常通り終わって7で主人公になってなかったっていうのはですね、それはなんか逆に言うと面白い裏切りだったのかなというふうに思っているところでもあります。そしてね、バイオハザード2ぶりのシェリーでございましたけどもね、まだ私はね、触ってないんですけど、バイオハザード2ね、リメイク版2をプレイされた方はね、また若き騎士 のシェリーと一緒に交流を取ったんじゃないかななんていう風に思っているんですけども、そういう風に考えるとね、やっぱり逃げまとうことしかできなくてね、ペンダントの中に家族の写真を入れることしかできなかったシェリーがこのようにエージェントとして活躍して、世界を救うためにですね、そのジェイクの血液をなんとか手に入れて、そのワクチンを世界でなんとか使っていこうという風にしているという、この物語の流れというかね、こんだけこのやっぱりゲームの中でも長い期間が流れていたのもありまして、あシェリーも成長してたんだななんていうことが見えたところもですね、非常にいいシナリオだったのではないかなというふうに個人的には思っております。そして本来ですとですね、この、3人分のシナリオをクリアすることで、最後に遊べるようになるエイダのシナリオなんですが、現在はバイオハザード6ではですね、アップデートのパッチを当てることで最初から遊べるようになっております。さあというわけでございまして、いよいよですね、物語は最後エイダの視点ね、いろんなキャラクターのつなぎ自体はね、我々見てきたところではあるんですけども、どうしてもそのエイダの動きがわからないんですよね。というか、そもそもクリス編でエイダは死んでいて、でもレオン編でお別れをしてるってなってるので、じゃあエイダは何だったのかっていうところがですね、いまいち腑に落ちてない状況になってるとね、レオンたちはね、レオンたちのエンディングでは最終的に名前ど忘れちゃった、悪いやつ悪いやつを倒して、それでね、また前に向く2人ね、でもってね、ヘレナもそのまま捕まることがなくという物語、そしてね、クリス編はピアーズは亡くなってしまったものの、クリス自体は BSA の隊長としてまた新しい部下たちを率いながら今日もそのバイオテロと戦っているという物語が見えてきて、シェリーとジェイクっていうのは、まあ、この後のね、流れもちょっと見ていただいた上で、まあ、いろいろと皆さんに判断していただければなと思うんですが、結局エイダの話がどう何をやってもまだもう結びつかないわけですよ。何があったのかが全然わからないし、そもそもレオンが見たエイダが生まれてくる卵みたいな、なんかね、サナギみたいなやつからビャカッつってエイダが出てきたやつもわからないですし、死んだはずのエイダがなんで生きているのかもわからないですし、
あとはそれで言うとね、途中でねジェイク兵の途中でもあのシェリーを助けてくれたりとかしましたけど、結局シェリーがな、シェリーじゃねえや、エーナが何をしたかったのかって、まあもちろんね全部やったところで何したかったか全部語ってくれるわけではないんですけど、そのいろんなわからないところがあると思うんですね。さあというわけでございまして、バイオハザード6をですねしっかりとまずは本編蹴りをつけるためにも、続いてはですねエーナのシナリオを皆さんと一緒にですね見ていければなというふうに思っております。長々とやってきましたけども、なんだかんだ言いながらですねシナリオはもう折り返し地点はとっくに過ぎている状況でございますので、まあパート40超えるだろうね、パート40超えるだろうね。今うちの中で過去史上最大なのがサイレンが42か43ぐらいなんだけど、超えるだろうね。いやね、こんな1ヶ月に8パートしかできないので、5ヶ月近くバイオ6やることになるんじゃないですかね。4ヶ月半5ヶ月ぐらい、いやー長いタイトルですね。まあ実際これ始まった時もねコメントでいろんな人からね、バイオ6っていう長いのに挑戦されますねっていうコメントをいろんなところからもらいまして、そちらのコメントも本当にありがとうございました。あとね、そのテクニックが拙いところとかも含めながらねバイオ6楽しんで見ていただけてるというコメントもですね多く寄せていただいております。そちらに関しても改めてではありますけども、皆さん本当にありがとうございました。なんていう風にねお話ししておりますけども、スタッフロールが流れていて、なおかつ時間の調整も含めて喋っているだけでセキララに語る系実況者ね、というわけでございました。まだ終わるわけではございません。エーダのシナリオもございますしというところでございまして、このねバイオ6は本当にゲームとしては一つの転換期というか、その TPS とカメラワーク、映画のようなアクションっていうのを全部組み合わせようとしたところとしては本当に最終形態に近いと思ってるんですね。リツーとかね他のやつ見ても分かる通りで、その TPS のカメラを安定させるべきなのか、そのユーザーがまるで映画の中でキャラクターを操作しているような感覚にするべきなのかっていうところに関しては多分全く両極端な意見になっていて、リツーはどちらかというと操作性の気持ちよさというところが至るところにあったと思うんですけども、本当バイオ6は逆でそのエフェクトだとか物語を見せるというところにとにもかくにもですね力が込められているというふうに私は感じておりまして、なのでまあ言うとこの後出たバイオって6の DNA で作ってるバイオはないんですよね、状況的に。なのでまあ本当にねある種一つの形のゴールのものだと思いますので、なんでねもうちょっとでね6も見納めになってしまうかなと思うんですけど、見納めになるとか言いながらねあと1ヶ月ぐらいはこれまだ全然続くので、あとパート8ぐらいは余裕で続くのでそういうところもね見ていったら一緒にね見れたらなというふうに思っているわけでございますが、いやなんとか喋りでつないでおりますが、そろそろ限界でございましょうというわけでございまして、エピローグプロローグどっちだっけ、どうぞ。ジェイク・ウェスカーから採取された血液は半年にわたりネオ・アンブレラで実験された多くのデータとともに国連の研究機関に引き渡された。そしてそれを境に事態は収束へと向かっていった。その後 BSAA 上層部の判断により彼がアルバート・ウェスカーの息子であることは機密扱いとなった。その影響力の大きさを懸念しての処置だった。50ドルに負けといてやった。以上、
ジェイク・ミューラー編でした、ね、というわけでパートナーとの契約を完了させた、そして、海底基地から脱出したウスタナ国との目を刺したというわけでございまして、以上をもちましてジェイク・ミューラー編チャプター5すべて終了となりました。さあというわけでございまして、先ほどエンディングのところでも散々語らせていただきましたが、ついにですねチャプターセレクトで見るとこんな状態となりました。そう、あと残っているのはエーダのシナリオのみ。さあというわけでございまして、次回以降からはですね4つ目のシナリオエーダ編に突入していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでございまして、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミンハヤテがお送りいたしました。それではまた次回動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。 See you next time. Stay tuned. Bye bye.